マリア・スタドニク。ソビエト社会主義共和国連邦、ウクライナソビエト社会主義共和国、リビウ州リビウ州生まれ。民族籍はウクライナ人だが、国籍はウクライナから、同じ独立国家共同体加盟国のアゼルバイジャンに変更している。現在もリビウ市に居住し、夫と同じリビウ地区組織である、スパルタク体育スポーツ協会に所属している。 アゼルバイジャン国籍の女子レスリング選手。2008年北京オリンピックのレスリング 48kg 級の銅メダリストであり、2012年ロンドンオリンピックのレスリング 48kg 級の銀メダリストである。ウクライナ共和国、リビウ出身。日本ではウクライナ語のマリアを英語風のマリアに置き換えたマリア・スタドニックという表記も見られる。スタドニックは、 2006年にモスクワで開催されたレスリングヨーロッパ選手権の 48kg 級でウクライナ代表として優勝したもののドーピング違反のため失格となったその後国籍をウクライナからアゼルバイジャンに移し2008年にフィンランドのタンペレで開催されたレスリングヨーロッパ選手権の 48kg 級でアゼルバイジャン代表として出場し優勝 2009年リトアニアのビーリニュースで2011年ドイツのドルトムントで開催されたレスリングヨーロッパ選手権においても 48kg 級で優勝している2008年北京オリンピックのレスリング 48kg 級にもアゼルバイジャンから出場初戦で金メダルを獲得したカナダのキャロルハインに敗れてしまったものの敗者復活戦で勝ち上がって 銅メダルを獲得した。2012年ロンドンオリンピックのレスリング 48kg 級において金メダルを獲得した。日本の小原瞳と,と対戦し銀メダルを獲得した。夫はウクライナのリビウ市出身のレスリング選手でアンドレイ・スタドニク。騎士も同郷のウクライナのリビウ市出身で同じ 48kg 級のレスリング選手で。 現在国籍を英国に移したヤナス・タドニク。2010年7月22日男児を出産。2015年の世界選手権では、決勝で、戸坂恵エリに2から3で敗れた。2016年リオデジャネイロオリンピックでのレスリング 48kg 級では、前年の世界選手権で対戦した、戸坂恵エリと決勝で対戦。2から1で優勢に進めながらも、 残り13秒でポイントを取られ逆転負け。2大会連続の銀メダルとなった。2019年の世界選手権では10年ぶりに優勝を果たした。2020年東京オリンピックでは準決勝で須崎優位にテクニカルフォールで敗れ銅メダルとなった。ありがとうございます。